選手たちがマシンという馬にまたがって、そしてヘルメットその他鎧甲冑に身を固めて、これから戦場へとグリッド上へと赴いていくわけであります。果たしてヘナが勝つのか、フロットが勝つのか、間もなくであります。ヘナが勝つのか、フロットが勝つのか、15万人を超える大観衆の前でヘナが勝つのか、フロットが勝つのか、日本の多くのヘナファンの前でとにかくヘナが勝つのか、フロットが勝つのか、ワールドチャンピオンを決めたい。とにかく間もなくであります。アラン・プロストはここで勝たないともう後がない。間もなくであります。とにかくヘナが勝つのか、フロットが勝つのか、スタートで出るかフロット、そしてヘナのこの後ろにぴったりとついていくか、間もなくであります。色とりどり注目の F1 日本グランプリ、さあヘナがすでにグリッドについている。フジテレビでは合計33台のカメラを駆使いたしまして、鈴木アグレのアップが取られました。今回はこの鈴木アグレのアクセル回路、あるいはスピードメーター、その他解説中継を展開しようとしています。さあ25台が並びました。いよいよであります。エンジン音が聞こえてまいりました。 V10 サウンド、そしてフェラーリは甲高い、あの V12 の排泄関東ネダー、フリークラッシュが振られた。ドライバーが目白押しなんでありますが、気になる日本勢中島とアグリなんですけれども、まあ、この2人はですね今季2回ずつ入賞も果たしている。まあ、一言聞いてみたいところなんですけれども、多分マッチがですね、アグリ選手のところに、まあ、友達関係だということで張り付いてると思うんで、聞けたらちょっとマッチ聞いてもらえますか。はい、わかりました。ですね、今の心境いかがですか。まあ別にいつもと変わらないよ。車の方のセッティングはどうですか。まあまあ感じはいいね。今の心境いかがですか。まあ別にいつもと変わらないよ。車の方のセッティングはどうですか。まあまあ感じはいいね。今の心境いかがですか。まあ別にいつもと変わらないよ。